日本関東地方東京府南葛飾郡東京府南葛飾郡の範囲南葛飾郡は東京府にあった軍。軍名はそれまでの武蔵国葛飾郡を埼玉県に属する地域と東京府に属する地域に分けた際、北にあたる埼玉県側を北葛飾郡、南にあたる東京府側を南葛飾郡としたことによる。南葛飾郡のあった概ねの範囲を 現在の行政区画で記す。すべて、東京都に所属。古代の下宇佐国葛飾郡南部が中世に入って、火西、葛東となり、さらに、江戸期の利根川当選事業によって、利根川西岸になったことから、武蔵国へ編入された地域を元にする。内務省地理局が百七十八年頃に、編纂した、取調べ帳には、六町村が、 記載されている1、寺島村に墨田村3、割れ中村4、大木村5、亀戸村6、大島村7、砂村8、新宿町9、立石村10、亀青村11、南綾瀬村12、金町村13、水本村14、奥戸村15、平井村16、小松川村17、船堀村18、 松江村19、水穂村20、一野江村21、笠西村22、鴨本村23、篠崎村24、小岩村、永本塾ビーフかがわ突起なき場合、東京府市行政編第1巻による。ありがとうございます。